転換だけど、これ彼が主導してんので、自分でコントロールして、ここコントロールできないの、相手なんだから、相手ったら他人なんだからできないんだよね。だからどうぞあちらへって、どうぞあちらへって言わなきゃいけないの。どうぞあちらへってこうって自分だけ言ってら、彼は自由、ここの手も自由だから彼に渡さないの、この手は。で、彼の攻撃とかそういうの感づいてて、攻撃されないようにどうぞあちらへどうぞ行ってくださいねって、行きたいんでしょ、どうぞ行ってください、そういうふうにやってんので、ここをコントロールしてこうやってやったらパッとやられちゃうんだよね。ほら、やられちゃうんだよ。だから彼から逃げてるっていうかね、そのここはコントロールできないから、彼の自由意志に任せてあちらへ、あ、ここ取りに来たんだけど僕はいないの、いなくてどうぞあちらへ行ってくださいね、そういうふうにやってるわけだから、コントロールしようと思っちゃダメ。委ねるっていうんだね、委ねる、彼に委ねてんの、こういうとこだから、こうできるの。だから委ねてないで、コントロールしようと思ったらできないんだよ。ほら、その前にこっち来ちゃうんだから、蹴りが来ちゃうんだよ。だから委ねて、どうぞあちら来たいんですか、ああどうぞあちら行ってくださいって言って、この間にもらっちゃった。そういうふうにやりたいのね。そういう話なんですよね。あ、ごめん。で、今日何やろうかなって思って、あ、ちょっと何やろうかなと思ってね、これ持ってきたんですけどね、これは戦闘後の、これで殴り合いをやろうって言ってるわけじゃないの。ブルース・リーみたいにこうやって転換って やろうとしてるわけじゃないのね。ただ単にこれは棒でつながって、紐でつながって、で戦闘後のことをやろうと思ったの。戦闘後ってのは言ってないから、戦の戦とか戦の後とか剣道とかね、戦の後とか言ってるよね、ああいう話で。合気道っていうのは全部戦、5になったらやられちゃって、ああどうしようもないの。だから気持ちとしては全部戦なんだけど、その気持ちの持ち方っていうかな。で、彼がちょっとね、これは置いとこう。彼が撃とうと思った瞬間の前かな、戦の線とかいろいろあるんだけど、まあ線とこって考え方ね、線とこ上がってきた時も終わってんの。こうで、あとは終わってるってことは彼は撃てないの、ここで終わってんので、安全のためにここにいたんじゃ、ボッケンだ、まあ探検持ってたらさ、こうやってボカってやったんだけど、手空いてって手離されちゃったらボカってここ刺さっちゃうんだよね。だから線を外れて落ちてきても大丈夫なように、ここで線は上がってきた時に終わってんの。終わってるからあとは何やってもいいの、まとめとして一挙の形でまとめてるだけなので、こ一挙の形でやっつけてるわけじゃないの。始まっ、線で終わってんの。終わってるってことは上がっていいよ、上がって終わってんの。で、これどうでもいいの、本当のこと言ったら。で、このまま出ていけば終わっちゃうんだけど、一挙の形でやんなさいって言われるから、こうやってもう終わってんだもん、関係ないんだもん。で、こうやってやってんので、そういう考え方ね、線の考え方はそういう考え方だから、こうやって上がってきたら終わってんので、終わってこのまま出ていけばこう一挙、あ、一挙じゃないや、こう呼吸法ね、こうやって終わってんの、これ終わってんの、彼崩れちゃって僕はまっすぐ終わってんの、これで終わってんので、あとはどうやってまとめますか。後ろ入ってこうやって落としてくれば一挙の後ろになるの。そういう形っていうことを理解した方がいいのね。
あの形で、一挙の裏、一挙の裏でこの手をやっつけて、彼の重心をこうやってやってるんじゃないの。だから海藻は合気道全部線だよって、上がった時に終わってんの。終わってて、こういいとこ来て、あとは関係ないの。彼どうなってるかね、まとめるって、どうやって合気道の形でまとめるかって、そういう話だから、だからそういうのを理解してやりたいと、最初線のね稽古をやりたいと思うんですね。こうやって上がってきて終わってんので、終わってこう塩を投げ、これまとめてるんだから、これでやっつけて、パッて、この手をやっつけて彼をやっつけてるわけじゃない、これで終わってんだけど、終わってんだけど、こっちでもいいよ、終わってんだけど、こうやってあとどうやってまとめるか、まとめてるかって、そういう話だからね。そういうことを考えて、じゃあ正面打ちで、正面打ちで正面打ちで上がってきたと一緒に、上がってくる前かな、終わってる形で、彼が打てない状態、こういう形、もしくはこういう形、どうでもいいや、要は線だよ、要は線なの、もう終わってんの、あれこのまま出ていけば後ろ形だし、変わってくればこういう塩投げの形で、いろんな形できますから、全部そういう形、全部そういう形だから、あの技でね、入り身投げて相手やっつけるって、そうじゃないの、線で終わって、形として、ま、どうやってまとめるかって話だからね、入り身投げでまとめてるだけ。まあじゃあそういうことで、いろいろ自分でできることいろいろありますよね。です、稽古はあの線の稽古ですから、そういうことを意識してね、上がった時にもう終わってるって、そういう風にやってほしいの。相手が上がってきたら終わってるって、そういう風に上がってきた時に、あーってこう上がっちゃったらダメなのよ、これ5だからね、 5の時はあーって変わるとこう5になれるんだけどね、線の時はこうやって出てるの、打つ前に出てるでまとめてんの。だからどうなってもいいの、これ彼が勝手に、まあそういう話だから、じゃあちょっと線でね、線を意識していろんな形でやってみましょう。あのね、みんな五分五分なの、五分五分ってのはどういうのかっていうと、五分五分ってのは打ってきて、あっこう五分五分、これ五分五分なの、五分五分ってのは五分と五分、彼が上がってきてよいしょって受けたら五分五分で、こっから技、初心者のうちは形とか分かんないから、合気道の形でこうやって持たせて、はい5でこうやって稽古してるの。でも本当は持ちに来た時に終わってんの、そういう風にやりたいのね。あの初心者稽古と、初心者の時と上級者は違うからね。初心者ははい持たして、はいはい持ちましたね、じゃあやりますよって、こういう風にやってんの。それ5の技なの、大体5の技なの。おで、こうやって打ってきたら、あよいしょってこうやって合わせてって言ってんだけど、合わせたらこれ五分五分なの。僕もできる、彼もできる、両方できるんだよね、ほら五分五分なの。線の技ってのはで、上がってきた時も終わってんのだから、あとは何でもいいの、そういう風にやりたいので、線の技やりましょったら、線の技を意識してやってほしいの。五分五分の稽古してるわけじゃないから、五分五分でよいしょってこうやって、こっからじゃあ線の技ですって、大体ね線の技なのに五の技やったらダメなんだよ。線の技の時は線の上がってくる前に終わってんの、だから線の技でした、そういうふうに考えて。それでね、なんでこんなの持ってきたかっていうと、これ紐でしょ、紐で棒ね、でこれ筋肉じゃないの、筋肉なし、ただの棒で、紐、これ紐つながってんので、上がってきたら終わってんのこういうふうにやりたいの。上がってきた時に終わって、あちょっとあれだけどね、でこの紐にストレスをかけないで、ストレスをかけないで上がってきた時に振って上がって、それを終わらしたいわけ。
この上がってきた時とこういう突っ張りとかそういうこういう力なくして同じこれずーっと上がってきたら、昔言われたのは同じこと言いますけどこうね、ここつかなんだっけ、こうフック、こう釣り針口にあれしてヒューって上がってきた、釣り針釣られちゃったって、そういうふうに上がっていってこういうふうに出てきたのが先頭技、一緒にこれ落ちてきたら5の技なの。で上がってきた時に上がってきたのを自分で上げてんの、上げてる感じ、自分で釣り竿これこの釣り竿を自分で上げて、自分で こういうテンションで上げてんので、こういうふうに入ってるの、それが線の技だからね。あの落ちてきたのをこうやって受けたら線の技じゃない、それから来たのを一緒にここにやったらこれは五分で、その辺よく分かって理解してね。それで今線の技をやろうって言ってんだから、彼が上がってくるより前にこういうふうに出ていきたいの、そういう話だからね。じゃあ少しもう少し線の技やりましょう。早きゃいいってもんじゃないの、早きゃいいってもんじゃないっていうのは、早きゃいいってもんじゃないっていうのは、手とかまあ来て早くこう上がってくるよね、上がってきて早くこうやって避けてやんなきゃダメよって言ってるわけじゃないの。自分が上がってきたらちゃんと真ん中でやってんの、こうずれてないの、これ早きゃいいって言ってこうやって ずれちゃったらこれは線じゃないの。線っていうのは上がってきた時に自分の真ん中でここで効果的にやってんので、なんだこ、さ例えばこういくら速くてもこれじゃ線じゃないってこと分かるよね全体でこうやってんの、全体で上がってきた時に終わってんのこれ終わってんのってことは、全体を使ってこうにやってんの、全体を使ってどこでもいいから全体使ってんの、そして上がってきた時に終わってんの、そういうのを意識してほしいわけで、終わったらあとは、ま、どうやってまとめるかだから、入り身投げでもいいです、これね、これ入り身投げ、いなくなって入り身投げ、後ろにいなくなったら入り身投げ、こっち来たら正面打ちの一挙、これは線だからもう終わってんだから、こうやって変わってくれば四方投げ終わってんだからどうやってまとめるかって話でしょ。まあそういう話ね。それともう一つ、こうやってどうしようかな、これまあいいや、こうどうしようかな、それとね、強敵見せろって言うじゃないですか。で彼が決断しないと打ってこないの、彼が決断して初めて打ってくるの、こうやって、そのために標的を見せてんの、こうやってでこう終わってんので、標的見せないでこれやってたら標的ないんだから来ないんだよね。これで隙を見てから来るのね、彼はね。あ、そうそう、でも完璧に僕がこうやってやってて、こうやってさあ来いよってやってたら隙見せてないんだから、だから隙を見せるってのが大事で、隙を見せて上がった時に終わってるって、そういう風にやりたいのだからその難しいところなんだけど、まあそういう話だから、隙を見せると大事ね、隙を見せてやられちゃうんだけど、やられちゃう形にしてんの、やられちゃうよって、でも上がってきた時に終わってんだもん、こうやって、そういう、それが駆け引きっつうかな、それが人生の過激だからこうやって終わって、それでやって好きなことやってる、そういう、あとどうやってまとめますかって話だからね。それから五のことをちょっと言います。五の時はこうやってあーってこう来て、次がこう来るのね、次足来るのね、だからその来る前に回ってこう、あの線だったらこうやってやって後ろ入れるよ、でこう回ってこれるんだよね。
5だったら打たせちゃって、それからこうやって回ってくる。そういう形、2つあるのね。で5は割と出せて好きに打って、でも自分は安定して空を切って打ってんの。 空を切らしてんの。戦の時はいたの。戦の時は上がった時に終わってね。5の時は空を切らしてんの。こうやって切らしたんだけど、自分が安定してなんていうのかな、追っかけてない、追っかけてなくて足どいて、そしたらこうなってボカってこうね、こうなったって。でそれは5の技。じゃあ5の技も少しじゃあ稽古してみましょう。一番簡単なのは標的を見せて打ってもらって、その時いない、安定してる、でさばくと、こんなに場所あるからどうぞ来てくださいね、それからボカって、ね、そういう感じね。じゃあちょっと入り身投げ簡単だから、入り身投げで予定通り、自分の想定通りのところに打たせんの。あのう、あ来たのが知らねえよってやってんだって打ってきちゃったら、これ5じゃないの。だから上がってきて予定通りのところに打ってんの。僕のおへそのちょうど一番安定してる形のところに打ってもらってんの。予定通りなの。ここは予定通り。ただいなかっただけ。いたらやられちゃうの。でもいないの。いないからこうやって打っちゃって5になっちゃったの。打っちゃったの彼。で予定通りなの。予定通りをこうやって後ろ入ってきた。だから予定してんの。だから崩れないように5に打たせた時にね、崩れてコントロールしてるんじゃないの。この手をコントロールして5になってるわけじゃないの。彼はなるべくコントロール、この手はコントロールしないで予定通りのとこに打ってもらうの。ほらここにあるよね、正中線の真ん中だよね。ちょうどいいとこに打ってくれたので、ありがとうねっつって後ろいなくなってこうやって入ったの。ただそれだけなんだよね。だからもうあの、あ打たれちゃって、あーってこう本当はこうなっちゃいけないんだよね。こうやってできたんだから、やったら。だから予定通り打たしてるの。こうやってほら、こうおへその前にはいるんだよ。だからこうやって入ったので、こっちこれね、これほんまこうやって押さえてないと、押さえてないとね来ちゃうのこれ。だから押さえてんの、こうやってこうやって、だから来ないの。そういうふうにやってんの。だから予定通りだってこと、それと予定通り5を取るっていう、そういう形ね。予定通りってことが大事ですから、あのまあそういう話で、じゃあもう少し。